なでしこアクションの山本由美子と申します。今日は立派な会にお招きいただきましてどうもありがとうございました。本日はよろしくお願いいたします。藤田さんが先ほどクラスメートというふうに紹介してくださったんですが、今日はここに久しぶりにお会いする方もいらして、私はとても嬉しく思います。実は藤田さんが一番昔から知ってる人で、それこそ私が花の20代から知ってる人で、まあ彼はその当時装飾系という言葉はなかったんですけども、いかにも装飾系の感じの今の3分の1ぐらい の太さだったんですね。はい。で立派に体積も増えて立派になられて、素晴らしい奥様を迎えて本当に私も嬉しく思っております。で最初に報徳思想について何か語ってくださいって昨日突然言われまして、どうしようと思って、でまあ、私なんかの浅はかな知識で報徳思想を語るよりも、まず最初にいつも紹介している日系2世の方がいらっしゃいますので、そのお話から始めたいと思います。この方です。実はここの席にこのロバート和田さんという日系2世の方なんですけれども、まあ、実はこの席にそのロバート和田さんを直接知っている方も今日来ていらっしゃいますが、ロバート和田さんはですね朝鮮戦争に行かれてるんですね。で日系2世の方で、まあ、生まれは1930年かな、そのくらいで、カリフォルニアで、生まれました。でお母様、お父様が移民してきた方です。で5人男兄弟、5人で、そのうち2人は、第二次世界大戦の時442部隊に行ってます。でそのうち3人は朝鮮戦争に。でロバートさんはその朝鮮戦争に行った兄弟の一人です。でこれは彼がロバートさんが20歳の時、これから明日朝鮮戦争に行くぞという時にお母様と一緒に記念撮影をしたその写真です。で、まあ、このロバートさん家族は、和田さん家族は強制収容所にも入ってます。アリゾナに。ロバートさんが11歳なんですね。で彼はこうやって写真を撮った後に船で輸送船で横須賀にまず寄港したそうです。行ったそうです。で初めて祖国が日本だっていうのは、親の祖国が日本だっていうのは知っていったでいますけれども、日本に行ったのは多分初めてだったと思うんですね。でその横須賀に降りた時に、まあ賑やかだったそうです。何で賑やかだかっていうと、売春婦がいっぱいいたそうです。あと物売りもねもういっぱいいたそうです。まあ、そんな中一日休みがあったので船から降りて遊んで、夜帰ってきた時に小さい女の子がお花を売ってたそうです。造花、片手に造花、片手にお金をいっぱい握りしめて、多分売ったお金でしょうね。でもう夜遅かったので、そんなこんなとこでお花を売ってたら危ないよと、ね、このお花全部僕が買ってあげるから、もうお家に帰りなさいって言ってお家に返してあげたそうです。で次の日またロバートさん最後の日本の日にまた遊んで夜帰ってきたら、また女の子が立ってたんだそうです。でダメじゃないか、こんな夜遅くね立ってちゃダメって昨日言ったでしょって言ったら、その女の子は近くにいた女の女性の方に行って、一人女の人を連れてきたそうです。私のお母さんよって言って、で娘さんはそのお母さんを連れてきて、このそしたらそのお母さんが、昨日はどうもありがとうございましたと、そういうふうにお礼を言って、私たち結局そのお母さんとその仲間の女の人たちですね、私たちはあなたがこれからね朝鮮戦争に行くけれども、アメリカに無事に帰還することをお祈りしてますと、そういうふうに言ってくれたそうです。でロバート和田さんはこのことをずっと忘れられなくて、まあ、おそらく今はもう70代になっているその女の子に会いたいなと、それでそうやって無事に帰ってきてくださいって言ってくれた、その思いをずっと胸に秘めて、でもうこの時実は20歳だけで、これから朝鮮戦争に行くところですので、自分は生きて帰れないと思っていたそうなんです。まあ、そんな中そういう温かい交流があって、で結局、まあ、自分は無事に帰ってこれたと、そういう今でもそういうそれを思い出すと目頭が熱くなります、まあ、そういうお話なんですけれども、その後にですね、ロバート和田さんは、まあ、朝鮮戦争で親友も亡くしたんですけれども、アメリカに帰ってから朝鮮戦争の日系人の退役軍人の会を組織して、こういうものを建てたんです。
朝鮮戦争に日系人が5000人ぐらいいたそうです。でその中で、亡くなったのが256人って本には書いてあるんですけれども、その256人の名前を刻んだ記念碑をロサンゼルスと韓国 の、 朝鮮、北朝鮮との境の非武装地帯の近くですね、そこにこの碑を建てたそうです。で、まあ、記念碑というものはこういうものであるべきだと私は思うんですけれども、そのロバート和田さんはアメリカに慰安婦像ができた時に真っ先に反対してくださったわけです。なぜか、それは本にも書いてあるんです。お手紙、ロバート和田さんお手紙を書いてくれてるんですよ。慰安婦像を建てようとした市に。でそこにはですね、私たちロバート和田さんたちは祖国、つまり米国です、祖国への愛と韓国の人々の自由のために戦って死んだのです。韓国人が戦争後にアメリカに移住して私たちの先人を貶めるために戦ったのではありませんと、そういうふうにお手紙にこう書いて市に、アメリカの市に送り、そういうのが、まあ、いろんな要素があるんですけど、そういうのが影響してアメリカに慰安婦碑が、慰安婦像が立つのを阻止したことが、例がいくつかあります。このお話を最初のその報徳思想にどうつながるか分かりませんけれども、これを紹介したかったので、お話しさせていただきました。でこのロバート和田さんが、これロバート和田さんが書いた本なんですけれども、この中に朝鮮戦争時代の写真やこの写真とかもありますので、今回しますので皆さんこれパラパラめくって写真を見ながらお話し聞いていただければと思います。さて、なでしこアクションって何ですかっていう話なんですけれども、まあ、慰安婦問題に取り組んだな女性がいいと思って、まあ、始めたのが2011年です。でその時に、まあ、一番最初に私が問題だと思ってたのは日本の地方議会で採択されてた意見書ですね。この談話に基づき、アメリカの下院決議に基づき、日本政府は早く謝れと、謝罪しろ、賠償しろっていう決議を日本の地方議会が採択し、意見書を採択していた。それが一つ問題点だと思いました。それからもう一つ、国連の人権委員会が問題だと思っていました。まあ、そういう思いで一番初めに、なでしこアクションというところをスタートしたんですが、じゃあ何やってきたのっていうのをざっとご紹介します。ざっとご紹介するだけでどういう感じのことをやってきたかっていうのを分かっていただければと思うんですけれども、2011年から始めたので、一番最初に地方議会に意見書、意見書、どうしてそんな意見書を出したんですかっていう質問状を、送ったことから始めました。それから赤字のところはちょっと特筆したいなというところなんですけれども、ホワイトハウスに、請願を送ったりとかですね、あと一番下には、11月6日に、議員会館で慰安婦問題を正しい毅然とした国の対応を求める原稿学会っていうのをやりました。これ私議員会館で慰安婦問題の集会っていうのをぜひやってみたかったんですね。なんでかっていうと、慰安婦のおばあさんを招いてそのあちら側の左側の集会ばっかりやってたんですよ、議員会館で。それで私それすごくおかしいと思って、ぜひ議員会館で我々側の慰安婦問題の集会をやりたいと思って開いたのがこれです。幸いですね、この時自民党が与党だったんですよ。この次の週に解散しちゃったんですけど、で自民党が与党でしたので、今偉い先生方が実はここにたくさん参加してくれています。稲田防衛大臣も参加してくださいました。確かその時三河さんもいらしてくれてたと思うんですけれども、そういう今ではちょっと呼べないなっていう先生方もいらしてくださいました。まあ、最初の2年間そんなことしてたんですけれども、この平成25年あたりから2013年あたりから反対運動ばっかりやってたんです。どこどこに記念碑が立つから反対だ、どこどこで決議が採択されるから反対だ、みんなでメールを送りましょう、手紙を出しましょうっていうもうばっかりやってたんですね。でもこれだけいろいろあったんです。で私今から考えるとこの時すごい地味なことやってたんですけど、これをやったからこそこの
なんていうかな、世界の人にこういうことやってる人がいるんだなっていうのを分かってもらえた基礎だと思うんですよ。ですから今どこどこで慰安婦を立ちそうになったっていうと、そこの現地の海外の人から連絡が来るんですね。うちの方で立ちそうになったんですけどどうしましょうって。それの基礎ができたのがこの年、やたらと反対運動を地道にメッセージを送りましょうってやってたのがこの年です。で、平成26年ぐらいからですね、最初にオーストラリアシドニーに立ちそうになった時、慰安婦像が、この時にやっぱり現地の人から連絡が来て、いろいろ現地の人と協力してやれるようになりました。まあ、その前にグレンデールもそうだったんですけれども、ですので最初は地道に日本側で反対運動をしてたんですが、徐々に現地の人と連絡を取りながら反対運動ができるようになりました。で、この頃からですね、反対運動は現地の人に任せられるなっていう、そういう流れになりまして、じゃあやりたかった国連をやろうって、国連対策の方に行きました。それで7月に、2014年平成26年の7月に初めてジュネーブの自由権規約という人権委員会に行ってまいりました。で、その後、まあ、海外の人と協力をということで、12月に3日連続なでしこアクションって、私が勝手に3日連続にしちゃったんですけれども、東京と、サンフランシスコ、ロサンゼルスで1日ずつ、講演会を開いて現地の方と交流してまいりました。で、去年になるともう国連対策が主ですね。で、ドイツとかでも最近慰安婦が立ちそうになったんですけれども、これ現地の方が動いてくれるので、私はもう本当に現地の方をサポートするような形でなってます。で、こうして海外でいろいろ海外対策をやってるからすごい人なんだろうって思われたら、全然私はすごくなくて、本当に天から降ってくるように協力者が現れるんですね。やっぱり慰安婦問題について非常に関心を持っている方が多いので、ドイツだったらドイツ語ができる人が協力してくれるし、フランスで問題があったらフランス語ができる人が協力してくれるしということで、オーストラリアに問題があったらオーストラリアの人から連絡があって現地と協力体制ができるって、それがすぐできるようになったんですよ。で、別に自慢してるわけじゃなくて、それはもう本当にみんながこの問題を非常にどうにかしなきゃいけないと思ってるからだと思います。さて、じゃあまず簡単なクイズからいきます。皆さんこれはもうご存知の、何でしょう、慰安婦像ですね。これ慰安婦像最初に立ったのが韓国の大使館前と、その次がカルフォルニアのグレンデールですが、これは韓国とグレンデールどっちですか？グレンデール。グレンデールですね。グレンデールは公園になっているので、後ろの緑があれですね、見えますね。で、このグレンデールに慰安婦像が立ったのが、2013年7月30日。これは、アメリカの下院決議1215決議記念5周年でオープンセレモニーがされたわけです。除幕式です。で、これは平和の象徴像だって言ってるけど、やっぱりああやって安倍首相にハゲン黒いズマークを持っている、多分韓国系だと思いますが、おばあさんが記念写真をしています。ですから、まあ、平和像、平和像と立てた人たちは言っていますが、必ずしもそういうものではない。で、これがもともと立ったものですね。韓国の日本大使館前に、ソウルの日本大使館前に立ったもの、これが2011年の12月14日に立ったものです。これと同じ日に私なんかもなでしこアクション が女性に呼びかけて日本の外務省前でわーってやったんですけど、まあ、ある意味なでしこアクションにとっても記念する日なんですね。2011年12月14日この日から戦いが始まったって言ったら大げさですけども、まあ、そういう象徴的なものです。もうこれ皆さんご存知のように、少女像、平和像と言いながら、こうやって反日デモンストレーションがたびたび行われているところですが、これがどこに立っているのかというと、ここに立っているんですね。後ろ側から見たところです。さっきの言うの少女像、日本大使館です。オレンジ色、レンガ色のが、だからあそこに向かってみんなわーってやってるわけですね。で、なかなか賑やかだったのが去年の8月15日です。これが戦後70周年で、もう盛り上がってますね。これ少女像を燃やしてるんじゃないですよ。燃やしてるように見えるんですけれども、これは下の旭日旗とか安倍さんの写真を燃やしてるんです。こういう風にひどいですよね。
私これヤング少女の少女像がかわいそうになるなっちゃうんですよ。こういう使われ方をして、まあ、こういう風になってる。で、慰安婦問題だけじゃなくてですね、安倍首相が昨年訪米した時にも日米同盟反対、日本軍残虐行為反対デモに利用されてるんですよ。ですから慰安婦日本に謝罪しろっていうデモだけじゃなくて、日米同盟反対にもこれが使われている。で、さらにはですね、こういうパフォーマンス、おばあさんたちの名前が刻まれた銅板をつける平和の足がかりパフォーマンスっていうのを、まあ、やったらしいんですけれども、今年の7月に。で、赤丸で囲んだようにジャパン・アイ・ヘイト・ユーと英語で書いています。平和じゃないですよね、日本大嫌いって書いてあります。まあ、こういうふうに先ほどのロバート和田さんが建てた立派な記念碑とは別に、この少女像はこういうふうな利用をされていると。で、ちょっとマニアックな問題になりますけど、これは何でしょう。気持ち悪いですよね。これも慰安婦を模した人形なんです。ここにもあります。場所はニュージャージーです、アメリカの。まだあるんですね。気持ち悪いですよね、これ。笑っちゃいけないんですけれども、これは何かと言いますと、ニュージャージーのユニオンシティというところに、まあ、記念碑が建ったんですね。慰安婦記念碑が、日本軍はひどいことをしたっていうのが2014年8月。このセレモニーの時にその道路に飾った人形がさっきのおどろおどろしい人形です。今もあるかどうかはちょっと分かりませんけれども、それで蝶々が慰安婦のシンボルなんですね。蝶々のマークをつけた記念碑が建ったと。あと、これはカリフォルニアのガーデングローブというところにあるショッピングモールなんですが、ここにも記念碑があるんですね。ただこれは慰安婦ってコンフォートウーマンって英語で言うんですけど、コンフォートウーマン記念碑じゃないんですよ。フォースドセックススレーブス記念碑なんですね。強制的に性奴隷にされた人たちの記念碑というのも立っています。ただこれは私有地なので、ただ私有地とはいえ道路沿いなので見えるところにあります。いっぱいありますね。ここにもあります。ニュージャージーのバーゲン郡というところの発見サックの裁判所の前のお庭の敷地に5つ記念碑があります。で、何の記念碑かというと、アルメニア人虐殺の記念碑、ホロコーストの記念碑、アイルランド基金、ポテト基金の記念碑、アメリカの奴隷制度の記念碑、そして慰安婦の記念碑と。裁判所の中ですよ、敷地の中ですよ。みんな本当に違いないと思いませんか。で、そこにこの慰安婦記念碑を建てた。これはすごく敵ながらいい場所を選んだなと私は思うんですけれども、まあ、こういうのもある。アメリカだけじゃなくてカナダのトロントにもあります。できました、建ちました。ただこれは韓国人の会館の敷地内です。だけれども、だから一般の人はそんな見えないんですね。だけれども地元の有力政治家がいっぱい招待されてたそうです、このオープニングセレモニーに。これも現地の人に連絡したら、現地の人が旦那さんをここに潜入させてくれて、それで撮った写真なんですけれども、まあ、そういう協力体制もあります。で、これはオーストラリアですね。アッシュフィールドっていう韓国人の会館で、もうどうしてもこうスラスフィールドっていうところでダメになったから、どうしても建てたかったみたいで、ここにイアンフは映ってないんですが、前の方に置いてあるんですね。で、イアンフのおばあさん呼んで、やったーって言って、こうやってセレモニーを開いてるんですよ。慰安婦像バツアイって言って、でこのセレモニーが終わったらみんなパーって帰っちゃって、で慰安婦像が大きすぎて会館の中に入らなかったので、近くも教会の駐車場、裏の駐車場に放置されてます今。だから自分たちが満足して、わー韓国じゃない、慰安婦記念碑だって言ってやってるんだけど、かわいそうですよねこれね。慰安婦ちゃんがもう放置されてて、ちょっとこれ危ない場所にあるんですよ。要は駐車場としては迷惑な場所にあるんですね、黄色い線があって。だからこれもいずれ移動させるとは思うんですけど、どこに移動するか分かんないんですが、
まあ、こういうふうに、な状況で海外に慰安婦像や慰安婦記念碑ができています。じゃあどれだけの数があるかといいますと、これ韓国は除いた海外で少女像が氷のうちアメリカでは1個だけです。グレンデールだけです。で、私有地、少女像に私が私有地にあり1個あります。アメリカ、ミシガンに。あとは記念碑です。で、僕最近一番最初に立った、記念碑、ニュージャージーのパリセイズパークの記念碑ですけど、なんか駐車場工事でがあって、なんか業者が勝手に倒しちゃったそうなんですよ。で、これ韓国人の人が、あ、倒れた、大変だって言って見に行ってる写真が、もう僕最近ニュースで流れたんですけど、ちょっとこれはこのまま埋めちゃうかなったと思うんですけど、多分またどっかに移動する可能性は高いですね。でこうやってあっけなく倒れちゃうケースもあるんですね。あとカナダとオーストラリアに先ほどご紹介したように少女像が私有地内に立ってます。で、韓国国内にはいっぱい立ってます。50体ぐらい、私有地も公有地も含めて。で、これがグレンデールの慰安婦像なんですが、これ記念碑文が問題なんですね。もちろん少女像もあれですけれども、で、碑文はですね、まず私は日本軍の性奴隷でしたから始まるんです。で、次から詩のようにですね、ポエムのように乱れた髪型はこの少女が日本帝国軍によって住んでいて家から拉致されたことを象徴しています。握りしめた2つの拳は正義を勝ち取ろうという少女の固い決意を表しています。こういうふうに詩みたいにこうポエムみたいに続いてるんですね。まあ、言いたいことを書いてるんですが、で、これもですね、この慰安婦像を建てるっていう市議会ではこれは話し合われてないんですよね。できたら突然この碑文があったっていう、そういうことなんです。で、この碑文の詳しいことは後ろに小松さんが用意してくださったので、ご興味あれば後で詳しく読んでいただければと思うんですが、で、碑文がさらに続きまして平和記念碑と書いてあるんですよ。で、そこに20万以上のアジア人とオランダ人の女性たちが、拉致されて日本帝国陸軍によって強制的に性奴隷にされたと。で、これはアメリカの会員1215決議に基づいて、それを記念してこれを記念碑を建てましたって書いてあるんですね。で、改めてアメリカの会員決議1215、マイク本田さんが主導したって、マイク本田さん最近落ちて落選したみたいだからよかったんですけれども、まあ彼は功績ですよね。2007年に会員決議、一体どういう文章がある書かれていたかというと、まあ、改めて見るとこういうふうなことが書かれています。日本軍が強制的に性奴隷にした若い女性を慰安婦という、これが大前提。それで慰安婦とは集団強姦や強制流産、恥辱、身体切断、死亡、自殺を招いた性暴行など残虐性と規模において前例のない20世紀最大の人身売買の一つであるって書いてあるのがその会員決議です。で、よくアジアのホロコーストだ、ホロコーストという宣伝の仕方もされますね。これが元になって、で、この会員決議の前に、2月15日に、慰安婦のおばあさんたちがアメリカの議会で証言をしています。もう本当にアイドルスターのように世界中を飛び回る慰安婦のおばあさまたちなんですけれども、この時どういう証言をしたかと言いますと、犬や豚以下の生活だと証言したそうです。1944年の16歳の時に台湾に慰安婦として連行され、3年間にわたり日本軍に性的にもて遊ばれましたと。で、1日平均4、5人の日本軍に強姦され、おかゆで生き延び、何かあるとすぐ暴行されたと。電気拷問を受け、電気拷問を受けたってよく言うんですよね。エレクトリックトーチャーから言うてね。電気拷問を受け、韓国語を話すためにひどく殴られたと語った。で、日本軍は小さな刃物で私の体を少しずつ切りつけ、服を激しく破りとか、何度も自殺を図ったが日本軍が見張っていたので自殺もできなかったとか、こういうのを3時間ぐらい証言したそうです。まあ、その結果がさっきの
あの簡易決議ですね。あと、あの簡易決議に言及したと思われるのがこの国連のレポートですね。皆さん、あの舌が噛みそうなクマラスワミさんのねクマラスワミレポート、あとマクドゥーガルっていうこのアメリカの女性、ジョージア出身 の、 あの人もレポートを書いています。人権委員会のレポートです。でこれに例えばどういうことが書いてあるかと言いますと、クマラスワミ報告から私たちは定期的に検診を受けさせられました。病気にかかっていると分かると殺されてどこかに埋められました。ある日新しく来た少女が私の隣の部屋に入れられました。彼女は男たちに抵抗しようとして一人の腕に噛みつきました。その後彼女は中庭に連れ出され、私たち全員が見てる前で、剣で首をはねられ、体を切り刻まれました。さっきの簡易決議に書いてある通りのことが書いてあります。これはヤオフの証言と称するものを検証もなしにレポートに書いたものです。これがクマラスワミさんの報告です。でまあクドゥーガルさんの報告はですね、あのヤンジョっていう言葉は一言も書いてなくて、ずっとレイプセンターって書いてあるんです。でレイプセンターがあったと。奴隷化された女性たちの多くは11歳から20歳だった。このね、少女像のもとはこの少女なんですよ。もう痛いけな少女を連れ去ったっていうイメージがすごくあの強く植え付けられてるんですね。まあ、実際はそうじゃなかったんです。ちゃんと年齢決まってたんですけれども、で毎日数回強制的にレイプされて、厳しい肉体的虐待にさらされた。生き延びた女性はわずか 25% に過ぎない。20万が慰安婦がいて 25% しか生き残らなかったら15万人亡くなったと。そんなに亡くなったのに、なんで東京裁判でも何でもどこでも今までそれまで問題にならなかったのかっていう、そういうツッコミは全部外して、もうこれはね、慰安婦が言ってるから本当に違いないんですよ。で日本軍は身体的暴力、誘拐、強制、詐欺的手段を使ったと。こういう風なのがマクドゥーガル報告で、まあ、こんなのが元になってですね、アメリカの会員が決議しちゃったんですね。で、まあ、会員の決議なんて言っても年間に何百個もあるのでね、あの何かを食べて緑を野菜を食べて健康になろうみたいなのもあるらしいです。ですから大したことないとはいえ、もう一回決議されちゃうと、あのこういうふうに記念碑に書かれたりうまく利用されてしまうんですね。ですので、コンフォートウーマンっていうのは、慰安婦っていうのは買収業の女性です。これは日本人だから分かります。慰安婦はそうだ。英語にすると慰安のコンフォートウーマン、女性のウーマン、負のウーマンです。なんですが、コンフォートウーマンっていうのは海外では最初から性奴隷なんですよ。紹介された時から、あの一般的な英語ではないんですね、コンフォートウーマン自体が。だからあのアメリカに長く住んでいる、まあ、日本人の女性にこのコンフォートウーマンのことをまず最初に話した時に、それ何って分かんないって言われたんですよ。なんか マッサージとか、その変なマッサージじゃなくてセラピーの女性とかそういう感じに聞かれたんですね。だから、まあ、一般的な英語ではない。でこの性奴隷もですね、特に20万から数十万、最近中国は40万って言ってますからね、数十万の重大な痛いけな少女たちっていうイメージなんですよ。それは嘘だろうとはいえ、そういうイメージなんです。でそのイメージに対して、日本政府は長年反論してこなかったんですね。どっちかっていうと謝ってばかりいたので、それでですね、今その影響が慰安婦像とか慰安婦記念碑とか、それとか、あとはですね、例えばこれはニュージャージーの、学校の副教材なんですよ、公式な。でこれが日本軍の残虐行為の教材なんです。ホロコースト教育っていうのが盛んみたいなんですね。でまあこれはもちろんヤングはホロコーストじゃないんですけれども、それと一緒くたになって、こういう立派な教材もあります。これは公式のものです。でもあのニュージャージーの人に聞いたら、うちの子はこれ使ってないわって言ってたので、まあアメリカの先生もあんまり、いい加減で教科書使わない先生もいるらしいので、幸いもあんまり使われてないようなんですが、でもこういうのがあります。ですからマクドゥ、あのもしよかったら待ってます。マクドゥがある、教科書ですね。最近カリフォルニアの教科書にも慰安婦性奴隷が載ることになりました。でマグロヒルの教科書にも載ってます。であと普通に授業でやってます、南京大虐殺は。
特に南京大虐殺は。でうちの子がその授業を今日受けてきて、もう僕はずっと下をつむいてたんだと、そうやって言ってるお母様方もいます。それとか、高橋史郎先生がウィルの10月号で11月号で、アメリカ の, そのお母様方の訴えを結構細かく書いてくださいましたが、例えばですね、これはニュージャージーの方なんですけど、家の近所で毎月土曜日に従軍慰安婦パフォーマンスがあるっていうのを聞いて見に行ったそうです。そしたら慰安婦の像のポスターとジャパンレイプと書いた看板があって、でアメリカ人は何だろうって言って見て驚いて聞いてるんだそうです。何なんですかって。そしたら何も知らないアメリカ人に13歳から14歳のバージンの少女を拉致してレイプにして性奴隷にして20万も虐殺したアジアのホロコーストだって説明していたそうです。おそらく韓国系のアメリカ人がそういう説明をしていたんだと思うんですけれども、そういう事態になってしまってるんですね。で本当に嫌がってます。お母様方、海外のお母さん、そういう地域、特にそういう地域に住んでるお母様方嫌がってますというので、国連に問題ありと、ということで国連に行ってまいりました。で一番最初に申し上げたように、国連って非常に国連の人権委員会が慰安婦問題において非常に問題だなと思ってましたっていう、別に今あるわけじゃなくて、ある方からヒントをもらっていろいろ調べてみたら、人権委員会のレポートがひどいんですよ。というので、前からどうにかできたらなと思ってたんですけれども、機会があって、ここにいらっしゃる細谷さんもとかもいろいろ協力し合いまして、国連に慰安婦問題対策に行ってまいって何度か行ってまいりました。でこれ皆さんよくご存知のスイスのジュネーブの国連ですね。これは一昨年行った時のなんですが、7月です。非常にいいところです。ここは空気も綺麗だしね、細谷さんで立派な建物です。で私が今まで国連対策したのはこれです。一昨年のジュネーブの自由権規約という委員会に行ってまいりました。で去年はニューヨークの女性の地位委員会というところに行ってまいりました。それから去年の7月は女子差別撤廃委員会の、プレセッションというのを準備委員会に行ってまいりました。でそのついでにパリに行ってユネスコにも行ってまいりました。で今年はですね、2月にジュネーブの女子差別撤廃委員会に行ってまいりました。で3月にニューヨークの女性の地位委員会に行ってまいりました。こうやって書くとなんかすごい人みたいなんですけど、実は誰でも行けるんですね。これもちろん交通費はかかりますけれども、登録すれば行けるんです。これだからそんなにこれは難しいことではないんです、実はここに入るのは。ですので皆さんにも挑戦していただきたいなとすごくもう本当に思うんですけれども、で女子差別撤廃委員会、自由権規約委員会、なんとか委員会ってあります。星印がついているのが慰安婦問題が使われている委員会です。もちろんあちら側のですね、慰安婦は性奴隷でなんとかかんとかだから日本は謝罪すべきであるっていうのが問題になっているのがこの星の委員会です。でこれ何かっていうと、例えば女子差別撤廃条約っていうのを日本は批准してるんですね。でその条約をちゃんと守ってますか日本は、いや守ってないよって NGO が言って、日本がいや守ってますって言ったりというような会議を数年に1回やるんです。いろんな国が順繰りにそういう会議をしているんですが、ですから数年に1回、例えば、女子差別が前回が2009年で今回が2016年だったので、7年ぶりなんですが、数年間おきに日本がこの条約を守ってますかっていう会議が開かれるんです。それに我々は行ってきたということです。でそこで何が起こっているかと言いますと、国連っていうのはすごくいいところで市民を大切にするんですね。市民団体を大切にしてくるんです。市民団体が言うことを聞いてくれるすごくいい人たちのところなんです。だからそのいい人たちのところにですね、日本の左側の人たちがどさどさ言ってるところが実はその人権委員会の会議なんです。で日本の市民団体がどさどさ行きます現場に。でその前に意見レポートを出します。どういうレポートかというと、日本にはこういう人権侵害、ああいう人権侵害があるんだっていうことをレポートを書いて委員会に送ってます。それと
現地で発言もしてます。これはもうロビー活動ずるいじゃないかっていうよりもちゃんとした手続きを経て委員たちに発言してるわけです。ですから左翼はずるいとかなんとかっていうんじゃなくて彼らはきちんとやってるんです。それを私たちは、ね、もう見習わなきゃいけないんですけれども、まあ、そういうふうに発言をしたりしてる。でロビー活動してる。ロビー活動っていうのは本当にロビーでこうやってやってます、活動してますっていう状況なんですね。で、まあ、口で言うよりもどんなところかっていうのを見ていただければいいと思って写真をいっぱい持ってきました。これは一昨年行ったジュネーブの自由権規約委員会っていうところです。これは立派な会議室ですよね。佐藤さんもここでした、はい、立派ですよね。でこれは日本の審査の時だけ日本の NGO がいっぱい来るので部屋を大きくしてるんですよ。他の国の会議はそんな大きくない会議室なんですね。日本は日本の NGO がいっぱい来るので大きな会議室でやります。でここでですねその会議が始まる前にこういうふうに本当にロビーで活動しています。これはチマチョゴリを着た朝鮮大学だと思うんですけどの女性なんですが、要は朝鮮学校無償化、朝鮮学校が無償化されてないのは差別であるということを訴えに来てます。委員に訴えてます。で資料を渡してます。でやっぱり会議が始まるとそういうふうに資料を渡された委員はですね日本政府に質問するんですよ。日本はね朝鮮学校に補助金あげてないの何ですかって、補助金さね他は無償化されてるのにそれは差別じゃないですかって委員が日本政府に質問したりするんですよ。ですからロビー活動っていうのはやっぱり人と人ですから非常に効果があります。でこういうふうにですね彼女多分 CD を持ってると思うんですね、配っていたりとかですね。実はこの人たちは同じホテルに泊まってたんですけれども、でこうやってチマチョゴリでやってます。でも別にチマチョゴリだけじゃなくて本当にチマチョゴリの人は本当に一部で、あとは普通の日本人ですがこうやってロビー活動しています。で私たちもやらなくちゃっていうので私もこれテキサス親父事務局の藤木さんと論破プロジェクトの藤井さんですね、彼らいつも協力しても素晴らしく一緒に働いてくれるんですけれども、彼らと一緒に慰安婦は性奴隷ではありませんっていうのを配ってまいりました。でこれはですね、まあ、日弁連の方々と朝鮮学校の方々はちょうど一つに収まっているいいアングルなんですが、この中心にいる座ってる方が誰だか分かる人いますか？突然するんですか？いやー違うんですよ、もうちょっとエスカさんはねもうちょっと知らなかった。これはね福島みずほさんのご主人です。カイドさんです、日弁連の。でカイドさんとかね来てますよ。はい、じゃあこれは誰でしょう？真ん中の白髪の方、皆さん名前は知ってるけど見たことあんまりないですよね。国連に行ったら会いますよ。戸塚逸郎氏です。日弁連の弁護士の戸塚逸郎さんで、慰安婦は性奴隷だっていうのを1992年かな、戸塚逸郎か、そう、戸塚逸郎さんです、弁護士です。慰安婦は性奴隷を発信した世界最大っていうかネガティブキャンペーンですよ、ね、日本人ですよ。いつも韓国人じゃないかと思った、うん、まあでも日本人です。日本人なんです。いや日本人じゃない。まあそれはね国籍は別として、もしそれを判明したい方は今度私と一緒にジュネーブに行って彼に直接聞いてみましょう。で何が言ったかというと、ずっとこうやって来てるんですよ1990年代から。だから私はねこの方が主張するのは主張することは賛同しませんが、この方のこの熱心さは見習うべきだと思います。こうやってるからこそ慰安婦性奴隷が世界に広まった。で慰安婦、慰安婦って言いますけどここにもいるんですよ、うん、ここにもっていうのはこれは私が泊まったホテルの部屋から見えた光景です。これが本当の慰安婦です。はい、でまあね大変ですよ、立ってずっとこんなとこで立ってるんだったらね、軍の慰安婦になった方がよっぽどね労働状況がいいと思うんですけど、まあ、軍の慰安婦じゃなくて本当に立ちんぼさんです。でこうやってずっと見ててお客さん来るかなと思ったけどなかなか来ないですね。朝から晩までねずっと立ってました。
でこれ夏だったからいいけど冬はどうするのか分かりません。で全然別の場所にやっぱり飾り物があるんですよ。ジュネーブ の小さい町ですよ。小さい町の中にでお姉さんがバーって立ってます。だから そこはね多分ね売れっ子お姉さんが立ってるところだと思うんですよね。でこっちちょっと角に立ってる人なので申し訳ないけどあんまり売れっ子お姉さんじゃないのかなと思う。まあそれは別としてこういう人が立ってる街角で立ってるのにあの立派な国連の建物の中で70年前の日本軍の慰安婦がとんでもないって話してるこのバカバカしさと私は思いましたけれども、まあ、これが現実です。で、これが今年の2月に行ってきた女子差別撤廃委員会というところの、光景です。これは、発言できる、まあ、2日間参加したんですけど1日目が発言できる日だったのでその発言会場ですね。でここも日本女子差別撤廃委員会ですからね女性がもう退去して押しかけてます。女性日本女性はいかに差別されてるかというのを訴えに女性がいっぱいジュネーブに集まっています。で彼女たちの主張は慰安婦は性奴隷であり被害者であるという主張ですよ。日本人ですよ。70人の団体さんで来てました。日弁連とかいろんな団体 こう総合グループみたいな感じですね。でそこでですね、まあ、今回、ジュネーブに今年ジュネーブに行くにあたってはですねなるべくペラペラの紙 の意見書よりもこうやってちゃんと冊子を作って配りましょうということで、まあ、これジュネーブ2月ですけれども行く前 の12月の末ぐらいからもう速攻でこういうのを作りました。でこれ英文です。でこれは日本語の同じものです回しますので何しろ手に取って開いてもらわないとこういう紙を出してもつまらないじゃないですか。ですのでそういうふうにちょっと表紙に桜の花とか入れてとにかく開いてもらおうと思ってそういうのを作って持っていきました。そうしましたらですねこれ杉田水脈元衆議院議員も一緒に行ってくださったんですけど杉田先生もこう一生懸命、ね、こう配布してくれましてその本をですねここに持ってますね見てくれてますはい委員も見てくれてますっていうんでねこういうふうにちょっと工夫してやらないとなかなか我々の訴えを手に取ってみてもらうまでにはなかなかいかないんですね。でこの時私と杉田さん発言しました。1分間ですね、もう1分のスピーチは。でこういうとこで発言するのはどうやってやるのかなって思ったら別に何か特別な資格ないんです。事務局に申し込めばいいんです。発言させてくださいメールでそれでできるんです。でそれにその前にはレポートとか送らなきゃいけないんですけど私はこういうレポートを送ったものですと発言させてくださいとそれでメールでお願いするんです。ですので、まあ、私と杉田さんは1分ずつ発言しましたけれどもいわゆるその左派の NGO の女性団体は5分ぐらい発言してました。彼女らはずっとこれまでの実績がありますからね。だからもう本当に私なんかもういつも気が弱いんですけどこんなところに行ったら本当に気が弱くてもう本当に敵に囲まれてる状態なんですね。でもまあそうは言ってもやらなきゃいけない。でこれが本当 のあちら側の方々がロビー活動をしています。あちらの方々も委員にいっぱい資料を渡しています。で私も彼女らにですねすいません私も資料いただけますかって聞いたらもらえませんでした残念ながらなんかあんたにはあげないみたいな感じでもう私は素直に何を主張してるのかなと思って非常に興味があったのであれなんです聞いたんですけども残念です。でこれが2日目の、会議場です。こういう立派な大きなところで会議を開きます。女子差別撤廃委員会ですね。でこれが委員の方たちです。世界各国 の、 から委員が選ばれてきています。まあ、たまたま男性が写ってますけど委員はほとんど女性が多いです。でこれは日本に対する審査会なので会議なので、日本の委員は参加できないんですね。日本の委員は参加できないんだけれどもこれが林陽子議長さんです。一番手前にいるおかっぱの林陽子議長さん委員長さんですね。議長か委員長ですね委員長ですね。で林陽子委員長は、まあ、日本人だから日本の会議には参加できないんだけれども、まあ、委員長であるからか、まあ、日本
人のお友達がいるからか、もうしょっちゅう議場に来てました。で、これが日本政府代表団ですね。あの杉山外務審議官が、あの、まあ、いいこと言ってくれたんですが、今ちょ出世したんですかね、外務次官になったっていうことはね。で、杉山審議官は、あの答弁はほとんど、もうほぼ慰安婦のとこだけでした。で、実はちょっと後ろにいる、あのちょっと可愛らしい感じの、あのロングヘアの女性が、あの松山るいさんって言って、この直後に外務省をお辞めになって、参議院選、参院選、松山るいですね、参院選に出て当選しました、自民党から。大阪でしたっけ、あっちの関西の方でね。で、これが最後のお仕事だったわけですね、この彼女にとっては。ということで、結構外務審議官を送ったのは、あの普段行かないそうです、外務審議官レベルの偉い人は。だからかなり政府は力を入れてくれたんだと思います。それから各省庁から、あの日本政府としての答弁のために、各省庁からこうやって来てます。結構若手 の、 あの役人さんが多いです。私、研修生かと思って、研修の方ですかって最初聞いちゃったんですけど、若手の方が、あのきちんとあの委員からの変な質問にきちんと答えてました。こんなにきちんとあの委員あの対応する国は日本政府ぐらいだそうです。こうやって 代表団を送って、まあ、人権委員の質問に一つ一つ丁寧に答えるのは日本ぐらいだそうです。これが NGO の傍聴席です。で、こんなとこ行ったって会議なんだか難しそうだから分かんないよと思うかもしれませんが、日本の会議は日本の通訳がついてます。ここに耳につけて、英語と日本語とあとフランス語とスペイン語もあります。で、あのここでモニターでプチプチってチャンネルを選んで聞きます。ですから英語わかんないから会議に行ってもわかんないってことはないです。わかります。で、あの、まあ、これが NGO 席ですね。あ、橋原さんもいらっしゃいますね、ここにね。で、こういうふうにして、あの耳に白いにしてますね、あれで、あのイヤホンです。で、これがなかなかいい写真だと私は思うんですが、なんでいい写真かと言いますと、赤いジャケットを着ているのが象中国の委員です。女子差別撤廃委員会の委員の象さんです。象さんですって言ったらいいけど、で、その横ににこやかにあの立っているのが、あの糸数恵子参議院議員です。沖縄出身です。で、その周りにいるのはアイヌの発表を着ている方です。何かというと、差別されてるアイヌ、少数民族のアイヌの女性、差別されてる沖縄の女性と、チベットやウイグルで大虐殺してる中国共産党から来た増員、女性の委員が仲良く写真を撮っているという、そういう写真です。だからね、この増員はね、チベットの女性とかね、ウイグルの女性とか来たら、こうやって記念写真撮るのがちょっと、多分撮らないと思うんですよね。要は差別されてる少数民族の女性、それを助ける中国の委員という美しい写真なんですよ、これ。いいでしょっていうところなんですよ。だから偽善の場なんです。偽善の世界です。で、これも、まあ、あの他にもいっぱい70人ぐらい、ね、あの大グループで言ってる、あの女子差別撤廃ネットワークっていう NGO の方々がいるんですが、こうやって一生懸命やってます。あの主張は違うけど、何度も言いますけど、主張は違いますけど、彼女らはすごい努力しています。毎月勉強会を開いたり、これだけ 大人数で海外に行くっていうのは、まあ、非常に面倒くさいっていうか、いろいろあると思います。でもそれをやってるんです。それをやってるのは、ここでも韓国系の人ももちろんやってます、来ています。で、これが、ジャパン NGO ネットワークって言って、これが女性の、あのまあ、フェミニスト系の団体の集まりですね。この女子差別撤廃委員会に特化して勉強会を開いて、さあ行くぞって言ってきた人たちです。だから張り切ってます、すごいです。で、あの委員をターゲットにしてグループ組んで、あのわーって行くんですよ、グループで。で、委員にこうやって資料配ってます。そういうことをやってるんです。ですから、あの国連から勧告って出ますよね、人権委員会から勧告、日本にはこういう差別がある、ここはいけない、あれがいけないっていうレポートが、あの各委員会から、この委員会が終わった後に出るんですけれども、ほとんどの主張が、この日本の左派の NGO の主張がそのまま
国連の人権委員会を通して、で立派なレポート勧告として日本政府に突きつけられるんです。その仕組みがこれです。 NGO がまず、 NGO って言っても、例えば日弁連とか反差別国際同盟とか、それはブラック解放同盟のことなんですけれども、あとはヒューマンライツナウとかね、あと新日本婦人の会だったかな、共産党系のとか、ほとんど左派ですが、ロビー活動をしたりレポートを書いたりして、例えば慰安婦問題で言えば、慰安婦に謝罪しろ、賠償しろ、教科書に載せろ、加害者をもう処罰しろと、そういうようなレポートを書いたりロビー活動を国連の人権委員会にします。人権委員会っていうのはいろいろあって、女子差別、人権、人種差別、なんとかかんたらってありますけど、それぞれに対してやっています。で、それ、それで人権委員会から勧告という形で、最終見解書の勧告という形で日本政府に、これが足りないじゃないか、あれが足りないじゃないかって文句言います。文句みたいなもんです。で、日本政府は真面目に日本として報告します。日本の取り組み、いやいや、日本はこうやって一生懸命やってるんですよって、それを報告します。で、NGO の団体は、ほら国連様が言ったのに日本政府はなんで国連の勧告に従わないんだってやるんです。これがもうその仕組みです。それは本当に、言ったら本当によくわかります。で、慰安婦制度令っていうのも、もう昔のその戸塚悦郎氏からですね、今でも日本人が国連でやってます。今画像でお見せしたように、で日本から国連に持って行って、国連から日本に行き、国際社会、例えばアメリカの下院決議となり、そしてそれを中国や韓国が反日キャンペーンに利用していると。ですから中国韓国はもちろんそんなの反日キャンペーン使うの悪いですよ。でも元ネタは日本です、ですし、朝日新聞が謝ろうが何しろうが、今でも日本人がそれを一生懸命やってます。で、日本国内ではもう今更ね、慰安婦が性奴隷だとか強制連行とかって言っても、もう朝日新聞は、この点朝日新聞はいいんですけど、謝ってくれたので、それについてね、もう今更、例えば地方議会が意見書を採択したりとか、それはもうないはずです。でも海外では変わらないんですよ。ただですね、日本政府も最近頑張ってます。日本政府の見解、国連における日本政府の見解、2014年より前、まあ一昨年我々が行くより前はですね、まあ、要はお詫びばっかりしてたんですよ。女性の名誉と尊厳を傷つけた問題でお詫びと反省をしますと、サンフランシスコ条約、二国間条約で、日韓日本条約で法的に解決されてはいますけれども、でもアジア女性基金でお詫びと反省をしてましたと。で、元首相から、首相から元慰安婦も謝罪のと反省のお手紙を出してますと、こうやって謝ってるんですね。で、日本政府は何に謝ったかっていうと、強制連行したことに謝ったんじゃなくて、日本的な優しい気持ちで慰安婦の方々がね、ご苦労様でしたみたいな感じで、そういう日本的な優しい、いたわりの気持ちで謝ったと思うんですよ。だって強制連行日本政府は認めてませんから。だけれども海外の人にとってみれば、国連の委員にとってみれば、悪いことしたから謝ったに違いないって、もうそう思ってるんですよ。実際に思って、本当にそういうふうに思ってるんですよ。だから私なんかが、さっきの国連の議場に行ってこうやって慰安婦制度令ではありませんって配ってたら、国連のスタッフに、あんたリビジョニスト、歴史修正主義者なのによく頑張ってるねとかって言われて、うんと思ってちょっと言い返したんですけれども、まあ、そういうふうにもう頭の中にそういうふうに刷り込まれてるんですね。で、日本政府も少し回答が変わってきました。我々が言ったおととしの7月、自由権規約で日本政府が初めて性奴隷との表現は不適切ですって言いました。で、河野談話の検証の後だったので、河野談話も検証しましたと、再検証した結果、強制連行は確認できませんでしたと言いました。あと、日韓基本条約を読み上げて、請求権は法的に終わっていることも強調してました。また1926年の奴隷条約の奴隷の定義にも慰安婦は当てはまらないと、そういうふうに日本政府が言いました。
おととしの7月の自由研究約、これはね、初めてなんですよ、日本政府が事実関係について違うぞと言ったのは。だから、これ安倍さん、安倍政権のおかげだと思います。それで、2015年、去年からですね、日本政府の回答がもっと良くなったんですよ、実は。日本政府が国連に対して正式に送るレポートみたいなのがあるんですが、その中で、強制連行を確認できるものはなかったと、吉田誠二という名前を挙げて、まあ、事実の捏造を発表したと、吉田誠二の本でね、そういうことがあったと、あと国連の報告者のさっきのクマラスワミやマクドゥーガルのレポートや人権委員会の勧告は一方的で裏付けが取られていない主張が記載されていると、国連の勧告やレポートに対してもはっきりと裏付けがない、裏が取れてないのに書いてあるって言ってるんですよ、日本政府は。それから朝日新聞により、まあ事実であるというのに伝えられてしまったと、そういうのが国際社会にも大きな影響を与えたと、あと20万という数字は具体的な裏付けがない、あと性奴隷といった表現は事実に反すると、去年から日本政府はこれを言ってくれるようになりました、レポートに書いてくれるようになりました。それで、今年の2月にの女子差別撤廃委員会でも杉山審議官がこれを言いに行ってくれたんですね。ですのでこれをね、外務省はもっと分かりやすいところに出さなきゃいけないんですよ。いいこと言ってるんですよ、すごく。ただ今まだ外務省のホームページの奥の奥の方に行かなきゃこれ発見できないので、これをね、もっと前に出さなきゃいけない。まず外国人が外務省のホームページに行ってコンポートウーマンと入れたらこれが出てくるようにしなきゃいけないっていうことを、まあそういうふうにね、働きかけてくださっている方もいるんですが、もう皆さんもぜひ、なんか外務省の方いたらそういうふうに言ってください。で、国連の人権委員会に関してですね、まあ、これから、まあ、我々が、まあ、いろいろやってみました。で、皆様にもぜひやっていただきたい、ね、ジュネーブに行って人権委員会に参加する。さっき申し上げたようにメールで登録できるんですよ、インターネット登録なんです。そんな難しいことじゃないんです。あと人権委員会の NGO のレポートを出す、いろんなテーマがありますよ、慰安婦問題だけじゃなくて、それこそヘイトスピーチとか LGBT とか最近多いですから、そういうことについてレポートを出すと。で、次の委員会の具体的な日程はまだ出てないので、まあ多分再来年ぐらいになるかと思うんですよ、何かの委員会があるのは。ですから時間ありますから、皆さんこの2年間ねじっくり勉強してですね、再来年あたりにぜひ行っていただきたいんですけれども、あと国連の競技資格の NGO に登録するっていうのがあるんですよ。これ日弁連とかそういう左派の団体が国連に競技資格 NGO っていうのがあるんです。それに登録してるので、そうすると人権委員会じゃなくて人権理事会に参加できるんです。毎年3月6月9月にやってる理事会に参加できるんです。理事会には一般の NGO は私なんか行けません。人権委員会には私は行けます。人権理事会には私は行けません。この NGO に登録すると人権理事会に行けます。年3回ジュネーブに行けますね、皆さん。で、会議室を使えるんです。そこで記者会見を開いたり、いろいろシンポジウムを開いたりってことができるんです。無料です。ぜひ皆さんこれに挑戦、これをこの資格を取る日本の保守系 NGO が団体が増えれば国連は変わると思います。私は今はもう、私なんかちょっと言ってね、ちょっとバカって騒いでるだけなんです。実はもうほとんどあちら側の勢力です。というのが国連の人権委員会のお話です。これがジュネーブです。実はニューヨークにも国連ありますね。皆さんも行かれたことある方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ここでは安全保障理事会とかもそういうのもやってますけれども、一般の人が参加できるのもあるんです。それが毎年やってる、まあ、特に慰安婦問題に関わるところですので、女性の地位委員会っていうのは毎年3月に2週間にわたってやってます。で、この期間はですね、世界中のフェミニスト団体が大集結するところです。ちょっと怖いでしょう、と思いますけども。怖いでしょ。それこそ何百団体、何千人、この2週間ここに集まってきます。で、この国連の立派な建物の中で各国政府なんかが会議開いたりしてるんですね。
でこれはあの去年行った時なんですけど、まあ、アフリカの女性は目立ちますね。あのどうしてこんなに大きくなれるんだろうとぐらい、このぐらいでゆそゆそ歩いてて、でもすごい華やかな衣装で、あのもちろんいろんな国の人たちがいます。でこういうふうに女性が、ね、世界中から集まってきてるんですね。で去年こういうあの、まあ、シンポジウムというか集会が開かれてたんです。その女性の地位委員会に合わせてですね、慰安婦問題の真実と正義っていう集会が開かれてたんですよ。ああ何だろうと思ったら、その先がですね、第二次大戦時の日本軍性奴隷ってサブタイトルがついてます。これはですね、まあ、日本の左派の団体ですね、ピースボードとか、あと、女性と戦争の平和博物館のワムとか、あと韓国の団体、いや、あと台湾の団体とかが連合して、まあ、共同でこういう NGO イベントを開いてました。ニューヨークですよ。開いていました。で、こういうふうに NGO がイベントを開けるんですよ、この開催期間に。あの国連の立派な会議、あの立派な建物じゃなくて、道路一つ隔てたところに、まあ、いくつか会場があるんですね。会議室がいっぱいある建物が。その中を使って NGO が女性の地位に関するイベントを開けるんです。まあ、要は集会です。こういうような感じの集会です。1時間半の部屋を使ってできるんです。で、まあ、去年こういう集会があったからですね、私は非常に悔しくて、しかもこの集会でですね、なんか山本由美子はとんでもないっていうチラシを配ってたんですよ。でその後にテキサスナイトって 夜ね、あのイベントがあって、そこにデモを仕掛けてきたんです。ですからね、この人たちね、私に言いますけど、女性の人権と言いながらね、私だって女ですからね、そんなデモなんかかけられたら怖くてしょうがないっていうか、出なかったですけど、見なかったですけどね、本当は怖くてしょうがなくて、結構ネタ的に面白かったので、で、その私たちに反対するデモですね、デモに、これの主催者であるあの伊藤和子弁護士とか、渡辺美奈さんって分かりますか、あの女性と戦争の平和の博物館の人たち、まあ、海外対策してる日本の左派の人たちです、弁護士とかが、あの私たちに抗議するデモ隊の中に加わってるんですよね。あのこの人たち女性の人権大切にする人じゃなかったのかなと思うけど、ちょっと私はあんまり女と思われてないみたいな、まあ、それは置いといて、まあ、こういう悔しい、私にとっては悔しいイベントがあったんです。ですからやっぱり私もやらなきゃということで、今年あのやってきました。3月24日 のニューヨークのチャーチセンターという建物で、これの道路を隔てたところにニューヨークの国連があります。このチャーチセンターというところで、紛争時の女性の人権、女性を尊重する日本の取り組み、主催なでしこアクションっていうのをやってきました。で、まあ、この1週間前にあの歴史の真実を求める世界連合会も、まあ、細谷さんもいらして、あの1週間前に同じようなイベントを開いてらしたんですけれども、私なんかは24日もいました。でその時 のプレゼンテーションをまとめたのがこの冊子なんですが、ちょっとこう雰囲気だけでも見ていただければと思うんですが、ここにですね、70人ぐらいの会議室です。1時間半のイベントです。で、結構人が来てくれました。で誰が来てくれたかっていうと、もちろんあの現地のニューヨーク の知り合いの人たち、我々を応援してくれてる人たちも来ましたが、全然知らない外国人も結構いました。ですから、そのフェミニスト大大会をやってるので、 NGO がいっぱい来てるんです、世界中の。でその中で、まあ、そういうふうにチラシを配ったりしましたので、興味を持って来てくれた人たちです。ですので、これはね、やってみる価値はあると思います。これも実は簡単なんです。インターネットで登録するだけです。で、まあ、この方たちがスピーチしてくださったんですね、まあ、男性は村光一先生だけがスピーチしてくださったんですけど、あとは全部女性です。スタッフも女性です。で、皆さん素晴らしいスピーチをしてくださいました。英語です。で、白人の方がいらっしゃいますが、シャルロットさんといって、まあ、本当に私たちのことを理解してくださるアメリカ人です。おじいさんかおばあさんが日本人っておっしゃってましたけどです。あとはカナダからも来てくださいました。あとメッセージとして、オーストラリアとイギリスの女性もメッセージを送って、頑張ってくださいっていうふうに送ってくれました。
まあ、あまりにも去年悔しかったので今年こういうのを開いてまいりました。これが、女性の地位委員会です。で、来年もあります。来年は3月13日から24日まで女性の地位委員会、世界中のフェミニストが大集合する会があります。皆さん一緒に行きませんか、ニューヨーク。で、このさっきのイベントの申し込みは集会ですね、集会の申し込みは今受け付けてますよ、皆さん。11月7日から12月9日までネットで受付です。クレジットカード払い210ドル、もしやらない場合は返金されますよっていうのがあるんです。これも特別な資格はいらないんですよ。実は誰でもできるんです。だって私が言ったんですから、ね、自慢するわけではなくて本当に誰でもやろうと思えばできるんです。それを何度も言いますけど、左翼の人たちやってきてるんです、ずっと。ですから少なくとも同じぐらいのことを我々はしなきゃいけないと思うんですね。で、左翼はとんでもないって、確かにとんでもないことを日本の外に言いふらしてますけれども、それだけのことを努力してるんですよ。ですからダメだっていうだけじゃなく、とんでもないっていうだけじゃなく、少なくともそれと同じことぐらいはしないといけないなと私は思います。そしてユネスコです。ユネスコ、皆さんご存知のように、国連の、機関の一つで、教育科学文化機関というすごくいい人たちが集まっているような感じがしますけれども、これが今問題になっているものです。で、記憶遺産、今世界の記憶といいますが、それのことをお話ししようと思うんですが、ユネスコはですね、国際平和と人類の福祉の促進を目的とした機関です。でもこのイリナ・ボコバさんは、今ユネスコの事務局長で女性で、今度国連 の事務総長になるかと思ったら落選しましたけど、よかったです。女性がなればいいってもんじゃないです。この人共産党、バリバリ共産党の家系の出身で、ブルガリアの人には全く人気がない、いわくつきの人ですので、詳しくは今月の正論をご用意ください。今月の正論に、マリノフさんという方がこのボコバシーのことについて書いてます。とんでもない方です。で、彼女が事務総長に、事務局長になってから、やっぱり中国とか、いわゆる政治的な利用のされ方をユネスコはされています。で、記憶遺産、世界の記憶もそうです。で、その世界の記憶は何かっていうと、記憶、世界遺産とは違うんですね。世界遺産っていうのはなんかきちんと条約があるんですよ。で、そういうもんじゃなくて、ユネスコ独自でやってる、記録、音楽、写真、映画、地図、図、ポスター、書籍、手書きの原稿、そういう記録を残しましょう、なるべく多くの人がアクセスできるようにしましょうっていうのが本来の目的です。ですが皆さんご存知のように、南京大虐殺が登録されてしまいましたね、去年。で、慰安婦性奴隷っていう申請も去年もあったんですけど、これは却下されました、去年は。でもユネスコがもっといっぱいで共同で申請した方がいいよってアドバイスしたので、今回慰安婦の申請がまた出ているんですけれども、そういうことでもう本当に政治利用されている機関になっています。で、これは去年の写真なんですが、南京大虐殺と慰安婦性奴隷が登録されるかもしれないっていうんで、私なんかがジュネーブから回ってパリに行って、ユネスコの事務局、世界の記憶の事務局に直接行って、反論の資料をいっぱい渡してきました。で、残念ながら南京大虐殺は登録されてしまったんですけれども、で、このユネスコに行くのもですね、事務局、私別に外務省を通して行ったわけじゃなくて、ユネスコの事務局に散々しつこくメールしました。で、そのうちに10回ぐらいした時に返信が来て、で、とにかくユネスコの事務局に来ていいよって言ってくれたのが、我々がジュネーブにいたその時の本当に数日前です。でも行けてよかったんですけれども、とにかくやってみないと分かんないですね。私 の年代の申し込み受け入れてくれただけ良かったんですけれども、こうやって去年はやってきたんですが、
ユネスコの記憶、世界の記憶はですね、まあ、慰安婦問題について見ればこういう流れなんですよ。で、今年の5月に日米共同申請で我々が慰安婦と日本軍規律に関する文書というのを世界の記憶に登録申請しています。で、中国、韓国、日本、他いろいろが共同申請したのが日本軍慰安婦の声というものです。で、最近10月分かったのは日本政府は、分担金、NHK の分担金を今止めてますね。なんか一部アンコールワット どっかのところには出しちゃったみたいですけど、とにかく分担金は今止めてる状態です。これはもちろん南京大虐殺に抗議してということですけれども。で、新しい年に今後の予定なんですが、1月に登録小委員会というのが開かれます。で、来年の4月に制度改革の審議がされます。まあ、日本政府が制度変えろって、こんなシステムは良くないっていうので制度改革が今されようとしてるんですね。で、来年の10月に国際諮問委員会っていうところで最終的に登録されるかどうかっていうのが決まります。それで、じゃあどういうものを我々が登録したか、またはあちら側が登録したかっていうのを、これちょっと比較表、すごく簡単に比較表なんですけれども、まあ、日本軍慰安婦の声っていうのがあちら側です。慰安婦と日本軍規律に関する文書っていうのは、こっちのブルーの方が我々です。で、申請団体はあちら側は9カ国15団体です。9カ国というのはよく8カ国申請とか言ってるんですけど、台湾を国として入れると9カ国です。で、共同登録国際委員会っていうすごい会を作ってまして、あちら側は韓国、中国、台湾、日本、オランダ、フィリピン、インドネシア、ティモールで共同委員会を作ってます。そこにイギリスも加わってます。で、我々はですね、日本再生研究会っていうアメリカの団体、まあ、メラコウイチ先生が中心になってる研究会なんですが、アメリカの研究会、あとヤングの真実国民運動、あとメディア政策研究所、メディア報道研究政策って大山和伸先生が理事やってらっしゃるところですね。昭和研究所から受け継いでメディア研になったところと、あとなでしこアクションの4団体が日米共同申請としてやってます。で、そもそも その申請書にある慰安婦の定義が、あちら側は慰安婦とは1931年から45年にかけて日本軍のために強制的に性奴隷とされた婦女子を指す婉曲表現と、大前提が慰安婦性奴隷です。で、我々の方は戦中は日本軍のために、その後は日本に修理した連合軍のために勤めた女性と、そういうふうに定義しています。で、申請目的ですが、あちら側は申請資料は歴史的、世界的価値と人権、平和教育のためになるっていう、そういう理由で申請してます。で、我々は慰安婦についての誤解が蔓延していると、世界中から誤解している、正しく理解されるべきであるっていうことを理由にしています。で、登録資料なんですが、あちら側はですね、トータル2744点、一体何があるかね、まだ分からないんですけど、いっぱい登録してます。です、我々はですね、アメリカの公文書館の文書と、日本の公文書館の文書と、防衛研究所の文書、あと元日本軍の証言集、これは昭和研究所が出したものなんですが、まあ、メディケンに引き継がれたものなんですけど、を申請しています。で、この申請資料がですね、実はあちらとこちらが私ども同じものを一部申請してます。同じアーカイブを申請してます。それは何かというと、アメリカの航空書館のアーカイブです。あちら側もこちら側も、あちら側は性奴隷の証拠として、我々は性奴隷ではなかった証拠として出してます。で、よく皆さん、ミートキーナ の49号って言って、韓国 の慰安婦の尋問書がありますね。慰安婦は単なるキャンプフォロワーだって書いてある、あれもおそらくあちらが申請してます。我々もそれ申請してます。あと日本軍人の証言で、まあ、慰安所というのはあったけれども、きちんと軍が管理して、お給料は何々なんで
時間は一刻一刻でっていうような証言集もあります。おそらくあちら側もそれ出してます。我々も出してます。ですから同じ資料をユネスコはどう判断するかです。聖奴隷の資料として判断するか、我々のように日本軍の規律正しかったっていう資料として判断するか、まだ分かりません。でもまあそういうふうに出しています。で、先ほど申請団体申し上げましたけど、申請団体を全部比較するとこんなになってしまいます。この黄色っぽいところがあちら側の申請団体です。で、我々はこの4つです。どう見てもちょっと負けそうなんですけれども、要はね、すごい国際連帯してるんですよ、あの人たちは。非常に立派だと私は思います。悔しいけど思います。で、例えばですね、日本の個人の賛同者というのはちゃんと吉見義明さんのところに入っています。個人の賛同者として。でですね、具体的な名前を挙げますと、その慰安婦の申請のあちら側の共同委員会ですね、共同委員会の中心になっているのは韓国の方です。シン・ヘンスさん。でこの方はですね、国連の社会権規約委員会の委員なんですよ。国連の人権委員会の現委員なんですよ。で、元女子差別撤廃委員会の元副議長なんですよ。そういう方が慰安婦の声の申請の中心人物です。それでこのスー・チーリャンっていう方は上海大学の教授で、チャイニーズ・コンフォート・ウーマンっていう本を、2年ぐらい前かな、出した方で、慰安婦40万人説の方です。で、この方がさっき私にデモかけた、私に対するデモに混ざってたっていう方なんですけど、アクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館の事務局長をしていらっしゃる渡辺美奈さんも日本でこの委員会の中心的な役割をしています。で、先ほど申し上げたようにこの申請がですね、非常に問題なのは、慰安婦は性奴隷ではないっていう証拠のアメリカのアーカイブもあちら側が申請している。もし仮にあちら側の申請が登録されてしまったら、我々がこれが慰安婦じゃない証拠だぞ、アメリカのアーカイブだって言ってるものが、ユネスコが性奴隷の資料として認めたことになります。非常に危険なことです。あと、それからあちら側の申請書には慰安婦はホロコーストだって書いてます。何回も書いてます。ですから、もし彼らの申請書が認められたら、慰安婦はホロコーストになった、なってしまいます。ユネスコが認めた、そういう危険があるんです、この記憶遺産には。だから我々も申請してる、カウンター申請したわけです。で、あちら側はいっぱい仲間がいて国際連帯してるんですけれども、例えば最近上海でもう慰安婦像ができました。これはこの国際会議を上海大学で開いたんですよね。戦争の記憶と人権の平和で、これは実質的にはユネスコの世界の記憶記憶遺産登録に向けての総決起大会だったんです。世界中から集まってきたんです。で、世界中からっていうとアメリカからも集まってきたんですね。申請自体にはアメリカは入っていないです。でも応援するアメリカ人もいるわけです。アメリカ人といっても、いわゆる白人ではなく、白人というよりも韓国系とかですけれども、で、アメリカのサンフランシスコからコンフォート・マン・ジャスティス・コーリションというこの省庁の T シャツの方たちですね。この方たちがその上海大学の会議に出てます。あとロサンゼルスからもうコリアン・アメリカン・フォーラム・カルフォルニアって、これグレンデールの慰安婦を建てた団体ですね、の方たちが来て、いや頑張りましょうって言って行ってます。で、例えばですね、これ先ほどお見せしたのと同じ T シャツを着てるんですけれども、これサンフランシスコで去年慰安婦を建てるぞって決議が採択された時に、その市議会に集まった慰安婦推進派の人たちです。みんな同じ T シャツ着て、で、これが抗日連合のイグナシアス兄さんです。で、あちら側が慰安婦を呼んでですね、女性たちが支援している女性たちがいて、で、ここに写ってる人たちの何人かが今回上海大学に行って記憶遺産の総決起大会に行っています。で、
これはですね、昔ね、コンチ連合が、ね、主だったんですよ、反日。今ね、ちょっとコンチ連合の人は静かになってて、今中心になってるのが、そのヤングの正義連盟とかいうサンフランシスコの団体で、シンさんとタンさんっていう女性2人ですね、あの方たちが中心になってます。で、ヤングサンフランシスコに建立決議をした直後に、ちゃんとサンフランシスコの、中国の総領事館に呼ばれて表彰されてます。もう共産党からよくやったって言われてます。まあ、そういう方たちなんですね。ですからね、本当にね、このユネスコという場を舞台にして、で、慰安婦問題を利用して、私も反日国際連帯って勝手に名前付けたんですけど、アンティ・ジャパン・インターナショナルって勝手に名前付けたんですが、昔ね、コミンテルンとか言ってね、コミュニスト・インターナショナルとかありましたけれども、もうそれのね、今版じゃないかなと私は思うんですよ。もう反日歴史戦で、これだけ左派、リベラル、共産党ですよ、中国ですから、が一緒になって、この国連とかユネスコという場でですね、慰安婦問題を利用して日本と戦おうとしてるんですよ。ですから日本も受け入れなきゃいけない。で、向こうに日本も入ってるんですね、あちらのね、アンティジャパンインターナショナルには。でもあっちの日本人はね、一生日の丸が嫌いな人たちなので、あえてここに日の丸つけたんですけれども、まあ、こういうことなんですよ、記憶遺産っていうのは。ですからね、非常に、これからどうなるか正直わからないです。今我々が出したものも審査対象に残ってます。ですので、まあ、いろんな経緯があって、もうやっとこうぶら下がってる感じなんですね。ただ、審査員がこの2つの申請を見たときにどう判断するか。ただ我々は政治力弱いですから、日本政府に頑張ってもらわなきゃいけないんですけれども、で、例えばですね、これが慰安婦の声のあちら側の申請ですね。これが日本軍の規律の方ですね、まあ、日本軍書きます。で、これが世界記憶遺産に両方とも登録されることは正直ないと思うんですね。だって慰安婦についての定義がそもそも違うので、両方とも登録される可能性は非常にないと。一番可能性がありそうなのは、もうロビー活動も十分にしている彼らで、私たちがボツと、これが正直可能性はあると思います。で、私なんかのボツになるのも、もう突然事務局がボツになりましたって言われたら、そうですかっていうしかもうないんですよね、正直。ですから、いろんな書類の不備がないように頑張ってありますけれども。で、あちら側がボツで、こちら側丸だったらとても嬉しいんですけれども、まあこれもないと思いますね。で、両方罰と。私はこれが一番いいんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょう。まあ、もともとあちら側を罰にするのが、まあ、目的であったので、まあ、正直我々の申請がちゃんと通るかどうかは可能性は薄いと思うんですけれども、まあ、同じ場で2つの資料、2つの意見を並べたときに、ユネスコがどっちかを一方を取ったら、我々は怒った方がいいと思うんですね。怒らなきゃいけないと思うんです。まあ、そういうことが今の現状です。ですので、皆さんにこの記憶遺産のことについてお願いしたいのはですね、まあ、応援していただきたいと、我々を応援していただきたいと、まあ、こういう申請が出てるんですよ。で、先ほどホロコーストと言いましたけれども、ホロコーストにされるのは非常に危ないと。だけどこれね、ユダヤ人の人は、ホロコーストはホロコースト、ヤンフはホロコーストにするなってもう怒ってるんですよ。怒ってる方もいるんですよ。で、そういう方から、まあ、レターをいただいたり、もうすでにユネスコに抗議書出してます。ユダヤ関係のところから。で、まだあまりオープンにできないので、そのうちちょっと産経とかに載せてもらえると思うんですけれども、もう出してます。ユダヤ人が怒ってると、ユダヤホロコーストとヤンフ問題を一緒にするなんて怒ってるっていうか、抗議書ですね、出してます、ユネスコに。
だからそういうのもユネスコはきちんと取ってみるべきです。さてどう判断するかまだ分かりません。でグレンデールで慰安婦像の撤去裁判も今しています。でこれはまあ、今は最高裁できたら行きたいということで資金を、まあ、寄付をお願いしているところです。で裁判自体は、まあ、負けが続いていますが、例えばですねユネスコで、先ほどのユネスコでも彼らは平和のために、平和を促進するために慰安婦性奴隷申請をしてるって申請書に書いてあるんですよ。でこうやって自慢してるんです。世界中に50体平和像が立ってる。それを、まあ、自慢と言いますか、それを平和像の平和申請の理由として書いてるんですよ。でも実際にはこういう裁判が起こってると、そういうことが反論の一つになるんです。決して平和のためでは、平和だけではないと、こういうふうに、まあ、対立も起こってると、そういう理由付けに、反論に使えるんですね、プレーンの裁判とかは。で、まあ、これはここのいらっしゃる細谷さんが作ってくださった素晴らしい表なんですが、まあ、要はグレンデールにしかないんですよ、慰安婦像は一体だけなんですよ。で裁判が始まってからどこにも立ってないんです。公的な地には立ってないんです。しかし一方では韓国ではもうニョキ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 立ってるんです。で日韓合意後も変わらず立ってます。まあこういう状況ですので、まあ、裁判というのは非常にお金がかかって大変なものですけれども、こういうふうに像が実際に立つストップする効果とか、あと先ほど申し上げたユネスコに対して決してこれは平和のものではないと、対立を生むものであるっていうのを説明に十分使えるものです。でチラシでもお渡ししましたが、ご支援のお願いもしております。で最後にですね、大統領選挙、トランプさんが大統領になりましたね。で意外ですよね、私はトランプさんを応援してたんですけれども、であれは草の根のアメリカの保守の人たち、まあ、普通のアメリカ人がですね、もうこれじゃオバマだって大変だと、クリントンなんてとんでもないと、そういうふうに草の根の保守たちが投票して、まあ、トランプさんになったと思うんですけれども、このイーグルフォーラムというのはですね、アメリカ最大の草の根保守団体なんですよ。でトランプさんが大統領に決まってから、一体アメリカ、それを支持した人たちはどういう考えなんだろうっていうのは分かんないじゃないですか。でもこのイーグルフォーラムのブログを読めば、草の根の人たちがどういう危機感を持ってきたかっていうのはすごいよく分かります。でちょっと英語なんですけれども、ブログはですね、一つのテーマにおいてだいたい A4 の半分ぐらいで英語です。 A4 半分ぐらい、非常に短くコンパクトに主張と問題点がまとまってます。でこれは音声でもあるんですね。で音声だとほとんど3分以内です。2分50秒ぐらいです。で本当にね、アメリカの草の根の人たちが危機感を持ってた問題点がよくわかります。ポリティカルコレクトネスとかって言われても何だかよくわかんないでしょ。でもポリティカルコレクトネスが具体的に何であるかっていうのが非常によくわかります。一番最近のブログはですね、マイクロアグレッションっていうのが書いてあるんですよ。マイクロアグレッションってね、マイクロソフトのマイクロね、アグレッションは攻撃するなんですけど、これは大学の教育の後輩のことを主テーマなんですが、マイクロアグレッションっていうのはもうちっちゃいことでつっついて差別だ、なんだかなんだったっていうのがマイクロアグレッションなんですって。まあいわゆるポリティカルコレクトネスなんでしょうけれども、例えばアメリカのある大学、ノースカロライナ大学で、よくアメリカはチャンスがいっぱいあっていい国だとかって言うじゃないですか。そう言っちゃいけないって大学のこうなんか候補かなんかに書いてあるんです。なぜかっていうと、そういうのはチャンスがない人、貧しい人たちに対する差別だ。アメリカはね、チャンスが多い国だっていいじゃないですか、いい言葉じゃないですか。ダメだって書いてあるんです。そういう罪を打ちつくようなことで差別とかなんとかかんとかっていうのがマイクロアグレッションっていうそうで、まあそういうね、ちょっと我々は日本の新聞社が書かないようなそういう記事をですね、
非常にコンパクトに書いてあるのがこのイーグルフォーラムのブログですので、まあ、ちょっと英語の勉強がてらに私もちょっと辞書引き引きのとこがあるんですが、まあ、ご覧になっていただければと思います。興味ある方はでこうやってね、書いてあることが日本の保守の我々と非常に共通してます。考えがですので慰安婦問題っていうのは別として、今回トランプ大統領を当選させたアメリカのクソネノの人たちと我々日本の保守は同じ考えだと私は思います。いろいろ家族のことについてとか女性の社会進出についてとか教育のことについてとかいろんなことがですからね、もし、まあ、こういうね海外の方とも連携できればいいなと、まあ、思っています。それで2020年オリンピックがあります。でこの頃までには申し訳ないけどヤングのおばあさんもあんまりもういなくなってると私は思います。もうお年ですのでね。で、まあ、国連の人権委員会もこれまでに何度かあります。で私の、まあ、個人的な目標といいますかはもうこれまでにもう慰安婦問題これは終わらせたいと。こんな嘘のなんとかで海外にいる子どもたちが嫌な思いもするのも嫌だし、まあ、私たちも本当にもうこんなことはもう続いてほしくないと思います。でこれが私の目標なんですが、最後にアメリカのある女性から、まあ、教えていただいたお話でこうそれを読み上げさせてもらいます。彼女は助産婦さんなんですね。で日本人の日系人とか日本人 の子供を取り上げている日本人の助産婦さんです。その方が私が取り上げた子供たちがもう大学生や高校生になりますが、高校の歴史のクラスで慰安婦の勉強をして、それからクラスメートから唾をかけられたりひどいことを言われたり、いじめに遭ってるとお母さんから聞きましたと。子供たちのために何かしなければいけないと思いました。そういうふうにおっしゃっています。でこの女性が中心になって今ニューヨークやニュージャージーで女性の、まあ、日本を愛する、ね、女性たちの団体が立ち上がりました。こういうふうにね、まあ、私がナデシコアクションを始めた5年前からはだいぶ状況が良くなっていると思います。ですからこの2020年を目標にしてですね、ぜひ皆さんも、まあ、慰安婦問題なくなるようにやっていければと思います。ではちょっと長くなりましたがどうもありがとうございました。